行開示109号甲府行きご利用くださいましてありがとうございます。列車の編成とこれから止まります駅の到着時刻をご案内します。編成は9両の編成です。先頭の車両が9号車、最後部の車両が1号車です。そのうち自由席車両は最後部の1号車から中ほど5号車までと、一番前の車両9号車が普通車自由席の車両です。中ほど6号車から8号車指定席の車両です。6号車グリーン車の指定席車両、7号車8号車普通車の指定席車両です。各号車番号は各車両ひどの上、座席番号窓枠の上に表示されております。お乗り間違いございませんようご乗車ください。禁煙車両がございます。禁煙車両は後より1号車2号車中ほど5号車6号車前より8号車9号車デッキを含めて禁煙とさせていただいております。禁煙にご協力をお願いいたします。お手洗い洗面所くず物入れは各車両デッキのところに備え付けでございます。カード式公衆電話6号車後よりデッキのところにございます。トンネル区間一部山間地域通話ができないところがございます。ご利用なさる際には案内板ご参照の上ご利用くださいますようお願いいたします。また携帯電話ご利用のお客様にお願いいたします。携帯電話は心臓ペースメーカーなどの医療用機器に影響を与える恐れがありますので、車内では電源をお切りくださいますようお客様のご協力をお願いいたします。またこの列車には終点甲府まで車内販売員が乗車しております。お弁当、飲み物、一般座類を持ちまして後ほど車内にお邪魔をさせていただきます。ご用の説はお近くを通りの際ご利用ください。次は三鷹に停まります。三鷹には2時43分、立川2時54分、八王子3時3分、大月3時34分、円山3時55分、山梨市には4時ちょうど、伊沢温泉4時5分、終点甲府4時11分の到着になります。乗り換えにつきましては到着前、その都度ご案内させていただきます。またお客様にお願いいたします。お席を離れる際には貴重品などには十分お気をつけくださいますようお願いいたします。特別急行開示109号、甲府行きです。この列車の担当は甲府車掌区甲子石野沢が終点甲府までご案内させていただきます。次は三鷹に停まります。